YouTube チャンネル登録1万人ありがとう。ということで皆さんからいただいた100の質問をこれから答えるよ。それでは行ってまいりましょう。どうぞどうぞどうぞ。チャイちゃんのダボダボお洋服に顔をうずめたいです。目をつむっているからどうぞ。おお、ジャイちゃん、ケンタロウの次に好きなのは誰？佐藤健。カリンちゃんは手術前と後では性格変わりましたか？変わってない。一番好きなラーメンは何味ですか？どこの店？家系のせいやか、豚骨の一蘭。カリンちゃんとジャイちゃんはどういう経緯でスタッフさん宅に来ることになったんですか？ジャイたちはね、天から舞い降りてきたの。スタッフさんはミクシーの保護猫。カリンちゃんの特技はありますか？丸めた髪を追いかけることだよ。チャイちゃんとカリンちゃんは兄弟ではないですよね。赤の他人です。カリンちゃんとチャイちゃんのドゥーンとファイはどういう意味ですか？ゲッツ的な意味を持つドゥーン。みんないつも応援ありがとう。その応援のおかげでチャイどんどんセクシーになるよね。これからもよろしくだよね。みんな愛してるという意味でのファイ。何歳ですか？9歳。8歳。チャイちゃんの重さはリンゴ何個分ですか？リンゴ8分の1カット分。カリンちゃんのお洋服はおいくら万円ですか？基本全裸だから無料。チャイちゃんのことをいつもデブ猫って言ってるけど、カリンちゃんは何キロあるの？ 5.3キロ。うちの猫は膝に乗りません。どうしたら仲良くなれますか？膝に乗ってほしいと思うその煩悩を捨てましょう。カリンちゃんとチャイちゃんの名前の由来は何ですか？ドラゴンボールのカリン様に似てたからカリン。チャイはね、すごくちっちゃかったからちっちゃいのチャイ。その時から今に至るまで体型は変わらない。スタッフさんはとてもお話上手なのですが、音楽以外にそれらしいお仕事ってされてたんですか？好きです。好きな動物は何ですか？皇帝ペンギン。坂口健太郎。好きな食べ物は何ですか？中にチーズ入ってカリカリ。ウェットフード全般。普段は何をされてるんですか？役者か、あとは寝てるかな。ずっと運動。なんでそんなに可愛いんですか？なんでかわからないの。リアルな声が聞きたいにゃ。セクシービーム。猫の一瞬を撮るのは大変だと思いますが、どんなことを心がけてますか？いつもカメラスタンバイ。カリンちゃんとチャイちゃんの声の吹き替えはスタッフさんですか？我々のそのままの声だよね。うん、そういうこと。お気に入りのおもちゃは？眉踊りビョンビョン。チャイちゃんはセクシーボディですが、実はカリンちゃんも腹筋バッキバキだよ。いつも楽しく拝見しています。どうしてカリンちゃんはそんなに若いんですか？毎日腸内環境を良くするご飯食べてるからね。チャイちゃんにぶっ飛ばされるにはどうしたらいいですか？それはここで言えないよ。だってぶっ飛ばされちゃうからね。2匹は一緒に寝てくれますか？チャイちゃんの初恋ってどんなでしたか？ハチミツレモン。チャイちゃんの3サイズを教えてほしいよね。バストもも2個、ウエストイチゴ3つ、ヒップわたがし1つ。シャンプーはどのくらいの頻度でしてますか？シャンプーしません。チャイちゃんの美の秘訣は？運動と食と寝ること。カリンちゃんとチャイちゃんの最近の大乱闘劇はいつありましたか？そんなこと最近ないよね。うん、そんなこと全然ない。チャイちゃん、そのお気に入りのお洋服はいつから着てるの？生まれた時から着てるの。オーダーメイドで。家で猫にハーネスをつけて散歩しているんですが、大丈夫でしょうか？スタッフさんはしてますか？チャイたちはそうやってお散歩したことないからわからないの。猫砂は何を使っていますか？木質ペレット。カリンちゃん、チャイちゃんはスタッフさん以外の人科の存在は苦手ですか？すげーやだ。チャイもすごく嫌なの。コロナ対策へ一言。一歩も外出ない。無人島に一つだけ持っていけるとしたら何を持っていきますか？無限自動給食器。スタッフさんは何人いますか？1人。カリンちゃんとチャイちゃんは血のつながりはあるの？ありません。寝る場所は決まってますか？今座ってるソファー。スタッフさんは甘党ですか？
チャイちゃんの服は何の生地ですか？ 100% 毛。スタッフさんのお仕事が気になります。スタッフさんのお顔が見たいです。カリンちゃん、チャイちゃんに会いたいです。我々も会いたいよね。会いたいよ。カリンちゃん、チャイちゃんは壁で爪を研いだりしませんか？また対策はしていますか？そんなことしないよね。ちゃんと爪研ぎでやるよ。質問じゃないですが、またトークショーやってほしいです。東京夜の時間帯はいけないので。うーん、考えておくよね。チャイちゃんはどこで寝るのが好きですか？ソファー。カリンちゃんはどこで寝るのが好きですか？ソファー。お風呂のカビは取りましたか？スタッフさんはどこで寝るのが好きですか？チャイちゃんのツリーサイズ。ファイ。チャイちゃんが今までで一番効いたと感じる小顔法は何？リンパマッサージ。撮影中一番大変なことは何ですか？3人の中で誰が一番食いしん坊なのかな？せーの、カリンちゃん。いや、カリンちゃんでしょ。カリンちゃんは声が高いですか？あーあー、声高い。はい。ご質問ではないですが、投稿いつも癒されて笑いありでありがとうございます。こちらこそありがとうだよ。ありがとうだよね。もしぬこライブなどに小学生は参加できますか？できます。かりんちゃん、ちゃいちゃん、コロナについてどう思う？マジぶっ飛ばしてやりたいと思ってる。かりんちゃんの初恋の人は誰？森高千里だよ。スタッフさんは人間ですか？何かドラマ見てますか？ドラマじゃないけどね、最近3人で鬼滅の刃にハマったよね。そこから猫の呼吸上級してるよ。大好きすぎて困ってます。お茶屋&カリンちゃん&スタッフさんに愛は伝わってますか？すごい伝わってるよね、カリンちゃん。すごく伝わってるよね、スタッフさん。人間様がトイレットペーパーだのと騒いでおりまする。そのトイレットペーパーで遊んでたら中の芯だけになりました。結構前に天気予報やってたと思うんですけど、もうやらないんですか？そんなこと言われたらやっちゃおうかな。スタッフさんのご年齢はざっくり何十代ですか？スタッフさん、お部屋に閉じこもってカリンちゃんとチャイちゃんに心配してもらってください。もうスタッフさんここから出てこないみたい。カリンちゃん、よし、もう諦めよう。カリンちゃんとチャイちゃんは爪切りをしてますか？爪切り中の動画が見てみたいです。スタッフさんへ、動画作成で一番苦労する点は何ですか？スタッフさんはワンちゃん苦手？恋人なの？友達なの？ビジネスパートナーみたいなもんだよね。そんな感じ。最近の幸せだなと思ったことは？お三人とも答えてほしいです。トークショーでいっぱいお土産もらったこと。そうそう、めっちゃもらったんだよ。みんなありがとう。かりんちゃん、ちゃいちゃんっていつから一緒にいるんですか？天から舞い降りて1週間ぐらいだったかな。そうそう、チャイもそれぐらいから一緒。フワーパーリーバース talking this is イエーイ。どうして壁に白い紙がいっぱい貼ってあるんですか？それはね、プロジェクターで映像を投影してライブをするためだよね。質問じゃないんですけど、お風呂動画上げてほしいです。まあお風呂が入る機会があったらね。なかなか入らないけどね。スタッフさんはサラリーマン？チャイちゃんのお洋服はいつもどこで買ってるの？銀座シックスまたは島村。チャイちゃんのお手手が小さくて可愛いのでアップで見たいです。特別だからね、普段こんなサービスしないんだから。はい、おしまい。ぬこさんの趣味は何ですか？これ多分スタッフさんかな。スタッフさんが長期で外出の際はカリンちゃん&チャイちゃんはお二人ぼっちでお留守番ですか？
知らないお姉さんがさ、カリの家にお世話しに来るよ。そうなの、その時はチャイ逃げるの。ビューンってね。どうしたらカリンちゃんと結婚できますか？まずは友達からかな。夜中に起きるのは毎日ですか？うちの猫ちゃんは毎日3時に起きます。起きない。スタッフさんとカリンちゃんとチャイちゃんは何歳ですか？まあこれはいいとして、猫ちゃんは1日に何回食事する？朝朝昼昼バンバン。チャイちゃんとお揃いのお洋服が着たいです。どこに売ってますでしょうか？これは限定モデルだからもうないの。ナスティーキャットファインドユーピュアエピックプアイエーイ。過去の動画でボトルキャップチャレンジがありましたが、どうやって作成されたのですか？ペットボトルを置いてチャイがキック。1万人おめでとうございます。ありがとうございます。新曲は出さないんですか？すごく出したいんだよ。コロコロの粘着テープはどこのがおすすめですか？うちは猫様3匹でどこも毛だらけです。確かスタッフさんが無印のがいいって言ってたよ。言ってた。ペット保険どうしてますか？我々はアニコムという保険にかけられてるんだよ。いやーん、殺されちゃうかも。防音室は自分でつけたのですか？チャイちゃんのファーイが大好きです。ファーイ。カリンくん、チャイちゃん、かっこスタッフさんもの大きさが知りたいです。新しい LINE スタンプを出す予定はありますか？今のところ予定ないんだよ。幸せですか？幸せの境地。東北でもトークショーしてほしいです。待ってます。できれば東北も行きたいよ。そして美味しいものも食べたい。それでは最後の質問、カリンちゃんの好きなカクテルは？カルーアミルク。高評価よろしく。チャンネル登録をしておくとカリたちの動画が見つけやすくなるよ。そしてベルマークを押しておくと動画がアップされたらお知らせが来るよ。もちろんこのサロンのメンバー5名募集開始。お気軽にどうぞどうぞどうぞ。チャイちゃん、100の質問できたね。いや、途中で終わらないんじゃないかなと思っちゃったよね。スタッフさんも含めて3人ともさ、よく諦めなかったよ。まあこうやって皆さんがね、熱心に質問を送ってくれるからこそできたことだよね。そうだね。じゃあ我々含めてみんなで作った動画だね。うん、ということでみんなでみんなを拍手。パチ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 。協力いただいたみんなありがとうだよね。最後まで見てくれた人もありがとうだよ。これからもチャイたちをよろしくだよね。よろしくだよ。ああ。